これ見て、やっと花が咲いてくれた。トマトちゃんのかわいいね。黄色くて嬉しいな。こんな感じで、でね、このお隣さんも、どこかな、ここですね。これ今から咲こうかなーってしてます。かわいい、かわいい、嬉しいな、すごく。3番目の子もこんな感じですね。みんな根がちゃんとついてくれたのかな。ここにはね、こうやってマリーゴールドさんいるでしょ。で、バジルさんもね、スタンバってますね。で、こちらにおチビちゃんが、まだね、つぼみも何にもないんだけど、私がね、もう我慢できなくなってしまいました。でもね、なんかね、ポットにいる時よりもこっち植えてあげた方がなんか元気になってる気がしますね。まあちょっと、まあこれからっていうところですね。で、これね。で、今日は雨なんですよ。で、雨対策として、こんな感じ。こんな感じでね、自作です。まあね、市販で売られている雨よけ栽培セットってあるじゃないですか。あれ欲しかったんですけど、あれだとね、なんかここ土じゃないんで、こうぐっと差し込められないということで、私の自作です。こんな感じね、雨よけセット、自作です。なんか紐だらけでね、結構お世話する時もちょっと邪魔ですけどね。まあそんな広い範囲じゃないんでね、まあこれぐらいって感じ。でもおかげさまで役に立ってますね。こっち側はちょっと雨かぶっちゃってますけど、こっちも雨かぶっちゃってるね。こっち来るとね、やっぱりちょっと雨のかぶり方がね、違いますね。ここね、やっぱり多少は守られてる感じしますよね。こんな感じで、これからのお世話も楽しみですね。そして、ここね、この子、枝豆さんです。もう枝豆ちゃんなんて言えない。こんな大きく成長してくれました。で、お隣の枝豆さんも、これね、もう一つのね、ベランダに置いてあるね、枝豆ちゃんに比べたらね、やっぱり朝から晩まで日が当たるからね、こちらの方が成長が著しく違いますね。やっぱり日当たり大切ですね。で、ここはバジルちゃんスタンバってまして、ピーマンさんもね、ここにいます。雨よけ、こんな感じで自作です。ちょっと台風心配ですけどね。まあこんな感じで頑張ってやっていきます。